あ、海に人手マンと吠える子が見える。人手マン強いんだよな。何？呼び止められた。あ、はるか。お買い物？お買い物したいな。水面デパートへお買い物しに来たのかな。ぬいぐるみとかポスターとかいっぱい買っちゃったよ。こないだ会った時よりもずっといっぱいポケモン捕まえたし、ちゃんと育ててるよ。本当に？疑ってるね。よし、勝負しよう。ポケモン勝負。オオスバメ4匹に。うっす、オラフーディン結構レベル高いな。サイコギネシス。さあ何で来る。ガニャン。ホエル王、ホエル王は水と飛行ついてんのかな。その辺が分かんねえんだよな。水ポケモン大地に来ると空飛んでるからな。おお、目が見えねえ。リーフブレイド効果は抜群だ。バシャーボ格闘持ってるだろ確か。お前行け高峰。ね、メガ進化する必要すらないぜ。電光石火やめて、守備力は低いの。効果は抜群だ。みんな順調にレベルが上がっていく。バブル光線、波乗りがあるからいらん。キノガッサは草毒あんのかな。キノガッサまで行くと格闘つくんじゃなかったかな。つまり最後期に質の餌食。効果は抜群だ。高速移動を覚えたい。高速移動とかいらないっすね。なぜ無言なんだ。何か言ってごらん。おお、来たー。ゴニョがやっと進化だ。ちょっとは可愛くなってくれよ。可愛くは全くないが、まあ、不気味さはちょっと減ったかな。ちょっとかっこよくなったと思うか。噛み砕く。騒ぐはいらない。はあ、4本しかないけど噛み砕いてやるわ。103番道路思い出しちゃった。もう俺が覚えてねえ。へへへ。そろそろ三城タウンに帰る。あ、そういえば見せてくれとか言ってたな。多分勘違いだよ。うん、ポケモンリーグ挑戦するよ。よし、デパート行こう。デパート、こっちは美術館。まあ詐欺デパートだな。忘れないうちにスプレー買っとこう。宝円のご当地ヒーロー、宝円じゃ。ネクラで素早いヒーロー、ハジツゲボルド。値段が剥がされている。素敵な家具。コンテストライブで優勝したご褒美にマリルに何か買ってあげるんだい。メルキロン、メルキロン。
友の会。いらっしゃいまし、みなもデパートでございまし、ポケモンくじの抽選コーナーでございます。はい、お願いします。33400です。お待ちください。当たるわけねえだろうが、こんなもん。もっと大量に交換しなければ。ミラクル交換でいらないポケモンを出しまくるのもありかも。一度でも ID もらってたら確かどんどん溜まっていくんだったっけ。これから遠いところに旅に行くからな、道具を大量に買っておくのじゃ。道具の基本はうまく使いこなすこと、これが一番大事。家で待ってる旦那のお土産なんだけど、どれがいいかしら。食べ物がいいよ、食べ物が。ど安定だよ。さあ、何売ってんの。まずはシルバースプレー、穴抜けの紐もちょっと買っとこう。あとは大丈夫かな。毒消しがないな。こんなもんかな。みなもデパートへいらっしゃいまし。ピッピ人形、絶対逃げられると。1回1000円は高すぎだよ。ボケじゃらし、ボケじゃらし。あの辺秘密基地に入れれないのかな。さあ、もう1回上に。次は3階、バトルコレクション。エリートトレーナーだ。インドメタシンを上げたら素早さが上がったの知ってます。ラオウのポケモンになってほしいからね。ブロム壁神で防御を上げるか、基礎さんで特防を上げるか今考えているところなんだ。手っ取り早くポケモン強くするなら道具を当てるのが一番だ。これは戦闘中アップの方だ。じゃあこっちがあれか、ドーピングアイテムか。かけんだよ、これ。クリア前に買うもんじゃねえもん。さあ、次の回。4回、技マシンコーナー。さあ、ここは何が売ってる？守る、神秘の守り、リフレクター、光の壁。まあ、最終的には全部買うんだけど、まあ、現時点ではいいか。こっちは、うわ、ダイモン、直雷、吹雪が打ってる。竹、気合玉、ストーンエッジ、破壊光線、ギガインパクト。威力90のあそこの方が使いやすいんだよね。10万ボルトとかあの辺がね、一番使いやすい。ストーリークリアまではね。まあ、いるんだけど今買うと金がなくなるから。次は5階、模様替えグッズ。いっぱいいる、超いっぱいいる。素敵なぬいぐるみがいっぱい。自分の分も買おうかしら。これ身代わりの人形じゃね。あたちまたポケモン育てられないからぬいぐるみ買ってもらうの。かわいいマットがたくさん。全部買っちゃうのもありだぜ。さあ、何売ってんの。ピカチュウドール。あー、人形、人形すげえいっぱいある。身代わりドール、身代わりドール欲しいな。あとはどうせ最終的には全部買うんだけど、もう一個ぐらい買おう。何がいいかな。メタモンかな。他には波乗りマット。下画面でな、どんなのか見せてくれりゃいいのに。ボールポスター、緑ポスター、キャモメン、水五郎、アチャモ、キモリ、キモリの買っとこうか。ピカピカ、ピカチュウとピチュウ、
危ねえ。海のポスター。海のポスター。今度秘密基地に行った時にいっぱいするためにいろいろ欲しいところ。ピカクッション。ジグザグマ、グルル、パッチール、ヤミラミ、ボール。モンスターボールのクッション欲しいな、現実に。ちゃんと丸でね。草、炎マーク、水マーク、夢中。誘導パターンねえな。あ、これピカチュウのポスターか。さ、さらに上に。いらっしゃいいらっしゃい、掘り出し物市場だよ。泥団子、ダンボール、ゴミ箱、タイヤ、丈夫な板。これもあれかな、秘密基地のやつかな。テレビ、丸いテレビ、かわいいテレビ、赤い掛け軸。おー、ラプラスドール、カビゴンドール。結構いろんなものあるけど、これ全部買うと結構なお金になってしまうぞ。ていうかこの辺の安いのを一通り買って。ちょっと高いのは一つぐらい。破れるドア。ドールね、ラプラスドール欲しい。高えな。カロス。とりあえずこんな感じ。掘り出し物1、ここでしか買えないものばかりだ。喉が渇いたな。ご当地ヒーロー発見。空が飛べるのに高所恐怖症、ミナモビリジアン。おお。うん、デパートの屋上にあんまり顔出し看板はないよね。入り口とかの方が多いよね。自販機がある。特別なものは売っていない。ゴミ箱の中は空っぽ。エレベーターで一番下まで一気に降りるか。ゴーゴー。ふう。買い物完了。じゃあ次は美術館の方に。古代の鳥ポケモンを彫った有名なガラスの彫刻だ。モンスターボールだ。黒い石で作られた大きいモンスターボールだ。昔お祭りの時に使っていたらしい。烈海王の打眼かな。芸術を愛する気持ちも忘れずにいないとね。ポケモンの姿と知らない文字が細かく彫られた石板だ。女の人綺麗、ママみたい。風になびいて気持ちそうに揺れる草ポケモンが描かれている。膝にポケモンを乗せて微笑む美しい女性が描かれている。昔の人が想像で描いた伝説のポケモンの絵だ。新進気鋭の現代美術家がキノコ湖を表現した作品だ。こんにちは。これ無料ですか？アフレッチ、僕のアートを飾ってくれなかったんだ。興味あるよ。10万円でするよ。虚空の無限、ナユタの景色、ルテンの輪立ち。興味ないっす。てか金がない。都会に住んでると絵を売りつけられるから気をつけろ。昔の人気トレーナーを描いた浮世絵だ。昔の人が描いた絵だ。
美味しそうな木の実が描かれている。 お腹が空いてきた。見たこともないような不思議な景色が描かれている。素晴らしい。とりあえずそう言っておけばいいんだ。私はこの美術館の館長です。素晴らしい作品2回ね。まだ2回ないんだ。憧れの場所なんだ。チャーリーチャーリー、ここは技忘れじいさん。あ、これで秘伝を忘れる。まあまだいいわ。おい、家にある洞窟には近づくでないぞ。大人のことは聞け。でもなんかアイテムもらえるかもしれねえから一応言っとこう。いっそ、わし、じゃ、わし忘れじいさん。あ、違います。クリアしたらもう秘伝技いらないからな。ポケモンは人間のパートナーであって決して人間の道具じゃないよ。そこを勘違いしとる人間もダマにいるんだよ。あら、やっぱり私にはスーツが似合うように海には潮風が似合うな。そして君には木の実が似合いそうだろう。なんでだろう。君がトレーナーだからだ。木の実なんてほぼ使ってもねえよ。これはダート自転車ならいけるんじゃないのか。ほう、リーダーが何を考えたかさっぱりわからないけれど私はここにいる。なんなんだ、独り言聞いてんじゃねえよ。ふふふのふう、今のは独り言である。ほう、家のところにおかしな洞窟の入り口があるじゃろう。天然の洞窟だったがマグマドンとかいう連中が改造してあんな風にしたんじゃ超迷惑。にゃむにゃ、寝ぼけているからこれをあげる。眠る。眠っているポケモンをこんなもので起こしてあげる。ポケモンの笛。イベント関係なしにもらっちゃったな。この広い世界すべてがマグマダンのものになったら田舎の父ちゃんも母ちゃんも妹も弟もいとこもはとこもきっとすべての人々が幸せになれるはず。甘い、甘すぎる。広いなこの町。ここはコンテストライブトレーナーのファンたちが熱く語り合っているのだ。ルチア、いつも一緒にいるポケモンは誰だと。シルタリスはまだ持ってないです。ルッチーと知り合いなのいいな。握手した。人気のコンテストアイドルといえばルチアとチルル。まだあんまりやってないからね。ルッチーに会いたくて関東から来たんだ。俺の地元にも来ないかな。ルッチーのファン。ルッチーとチルルごっこしてるんだ。私がルッチーで彼がチルルだよ。ポケモンの役。同じぐらいルチアも可愛いぜ。ルチアだね。あのオラただものじゃねえ。だがわしにはわかる。現状だとコンテストライブを勝ち抜くのはきついか。しゃしゃ。コンテストライブあるね。広いなこの街。やっぱり広っ。一つずつ順番に行こう。四つ子が生まれた時はびっくりしたけど、みんなで仲良く遊んでいる姿を見ると幸せな気分になれるよ。若いのに一人旅。ホロック名人。はい、同じ色の木の実を選ぶといい。
同じ色の木の実でも珍しい木の実をブレンドするとすごいボロックになりやすい。虹色、全部違う色の木の実で作らないとできないのよ。あなたも頑張りなさい。ポロックも好きだけど僕はポブレもあげたい。コンテストの前にポロックをあげようっと。たくましさ自慢、すげえポロックがねできる時があるんだって。チャリー、ここは誰の家だい？ん？おお、ポケモンの魅力でお客様が倍増したって？観光客がさっぱりなんだ。本当にそれはマグマ団のせいなのか？入らないで、そこ厨房だから。2階。もう布団引いてますね。客室が少なすぎるせいだよ、客が入らないのは。2部屋しかねえじゃん。民衆みなも。お次はこちらだ。船乗り場。あ、カイナシティ。つながんのかな。チーズ。まだか。まあ空を飛ぶ使えば一発だけどね。岩砕き。あ、そこにもアイテム。これだな。モンスター。今更ノーマルモンスターボールを。ホイルコ、水面からジャンプするのだ。ホイルコがいっぱいいる。水と飛行。チャリー。ここにアイテム発見。ゴールドスプレー。座るといい景色だ。画面端にはアイテムがあると思ったのに。イヤホー。わしらがしわくちゃになってもこの身はいつまでもわけわけしく命の輝きにあおれとる。60年前ここでおじいちゃんがわしにプロポーズしてくれた時からこの海は美しいままですのじゃ。座っで、こっち行けんのかな。明らかに行けなさそうなんだよ。行けない。おい、さあ行ってみましょうか。マグマ団のアジトだ。こんにちは。なんだなんだ、知らねえよ。カイナシティだ。そこまでは教えてくる。やっぱ結局はカイナに行かないとダメなんだな。
ポイントアップ。水届く。目のクラゲだな。よし、じゃあこれでラストだ。タッタンタン、タンタンタン。コンディションは完璧、今日は勝つわよ。ポケモンたくさん見られるから散歩コースにしてるの。マスターランクに挑戦だ。ファンティコからプレゼントもらっちゃった。初めての女の子からのプレゼント、正直とても嬉しい。お着替えピカチュウを素敵な衣装に。ピカチュウは連れ歩いてません。たくましさコンテストって最高だよな。ほとばしる汗たまらん。これもどっかで進めないとな。これでも一通りは回ったかな。カイナでイベント進めることよりも先に結構ポケモンが進化しちゃったから、捕まえ損ねたポケモンを一度捕まえに回りたい。とりあえずまずはポケモン整理。最終進化したからゴニョが用なしに、用なしってひでえな。秘密の力覚えてるやつがいるな。どうしようかな。もう一旦使うポケモンがいないんだよな。ダンバル、ダンバルは強いよね普通に。とりあえずこいつかな。育てながら考えるか。あとコイキングはあと10あげたらギャラドスか。すぐだな。よし、バック。秘密の力。秘密の力はみんな覚えれるんだ。はい。使わない。あとは怪力が。マグニチュード、こいつ特攻型か。じゃあ物理より普通に大地の力の方がいいんだな。よし、回復はしなくていいような。してもらったもんな。